ダヴィンチリゾルブ18のベータ版がいよいよリリースされました。レイアウトには大きな変化はありませんが、よりクリエイティブな映像を作成するための画期的な機能が追加されています。映像クリエイターにとって素晴らしい機能を皆さんにご紹介します。はい、皆さんこんにちは。今日もダヴィンチの館へようこそ。いよいよこのダヴィンチリゾルブ18のベータ版がリリースされました。まだリリースされて数日なので、まあ僕もあまり使ってはいないんですけども、まあ見た目の大きな変化っていうのはそれほど大きく変わったわけではないんですが、もう少しこうクリエイティブな映像を作るための画期的な機能っていうのが追加されてます。そのうちのいくつかをね、今日はご紹介したいと思います。ダヴィンチリゾルブを16ぐらいから使っている方には17にアップデートした時の劇的な変化っていうのはね、きっとまだ記憶にあるんじゃないかなと思います。僕もね、15から使ってますけども、15から16または16から17の時っていうのはね、大きな機能の変化がまたはレイアウトの変化がありました。なので、あ、変わったなっていう印象はここではあったんですけども、今回のこのアップデートに関してはそれほど見た目上には大きな変化はありません。今回のバージョンアップではクラウド上で複数人で同じプロジェクトを同時進行でリアルタイムで作業できるという点が非常に大きなアップグレードになったんじゃないかなと思うんですけれども、ただこれは大きなプロジェクトを複数人で行うような、よりプロフェッショナルな業務として行うようなビッグプロジェクトには非常に役に立つんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、個人で動画編集をする上ではそれほど役に立つような機能じゃないんじゃないかなと思っています。そこで今回ご紹介する機能は、私のような個人での作業に非常に役に立つなという機能をご紹介していきたいと思います。いくつかあるんですけども、これを新機能別に動画を作成していった方がきっと分かりやすいんじゃないかなと思うので、今回はいくつかこうバージョンアップされた機能の中の一つ、デプスマップ、深度マップというのを皆さんにご紹介しています。この機能が果たしてどんなものなのか早速見ていきましょう。それでは早速ダヴィンチリゾルブ18の画面からやっていきましょう。今回ご紹介するデプスマップというのはどういうものかというと、まあ、要するに背景と前景を分ける作業をしたいときに使うような機能です。背景の前景というのは、例えばまあ人物だけをこう明かりを調整したり、背景だけを暗くしたり明るくしたりというようなときに使う機能なんですけども、今までやっていたのはこういうふうに、例えばまあクリップがあったとして、カラー調整の中でこのマジックマスクを使ったり、クオリファイアを使ってこの色を抜いたりっていうようなことをやっていたんですよね。で、そうするとどうしてもやらなきゃいけないのはトラッキングをしなければいけないんですけども、そのトラッキングがやっぱりね、完璧ではないので背景と前景をうまく分けることができないっていうようなことがよくあったんですよ。まあそこに結構ね、時間をかけて調整をしてっていうような作業が発生するんですけども、今回ご紹介するこのデプスマップっていうのは、そういうふうにマスキングをするような形ではなくて、背景と前景をコンピューターが判断して色の濃度によってこうだんだんと変えていくっていうようなものなんですよね。で、この機能っていうのは Resolve FX Refine というところに Depth Map というのがあるんですけども、これを使うんですけども、カラーページからでもいいですし、エディットのページからもあります。 OpenFX の Resolve Refine というところに、ここにね、デプスマップというのがあります。で、これをドラッグすることで、ここにエフェクトが入ってきて、こういうふうにね、まあ、手前にあるものが白く、奥に行くに従って黒くなっていくっていうようなものがデプス、深度マップというのがあります。で、今回はこのデプスマップをエディットの画面からでもできるんですけども、結局、人物または背景を暗くしたり明るくしたり、色を調整したりっていうことをしたいので、どちらにしてもここでやっても、エディットの画面で全てが完結するわけではないので、今日はね、カラーページでやっていきたいと思います。ではね、カラーページに行きましょう。ある場所はエフェクトの中の、先ほど見たように Resolve FX Refine というところに入ってます。で、ここにね、Depth Map というのがあります。これを使うときには、まずこれを1個ノードを作成して、そのノードにこれを入れるっていうこともいいんですけども、これそのままドラッグして離すと勝手にこう接続されてデプスマップが適用されるようになります。
こういうふうに今見えているところでは、白い部分が手前にあるもの、そして黒い部分が奥にあるものです。これを調整していくと、例えばまあここでアジャストメントで調整していくと、ここにファーリミットっていうところ、ファーですから遠い方ですね。その遠い部分がどこにあるのかっていうのを、こういうふうに、こういうふうにリミットを調整していく場所があります。逆に、ニアリミット、つまり近い方のリミットをこのバーで調整していきます。そうすることによって、どこの部分を変化かけるかというようなところ、または、明かりがどういう明かりのところを変化をかけていくかっていうところの調整を行うことができます。同じようにこのアイソレーションのところでチェックを入れて、ターゲットディフス、つまり自分が何か変化をかけたい場所はどの深さですかっていうところを言うんですけども、このままでやると白い部分が変化をかかっていくところなので、こうすると人物が非常に強調されて変化がかかるようになってます。で、これを調整するのがこのターゲットデプスというところになりますね。視覚的に分かりやすいようになっているのがこのデプスマップの機能ですね。ソフトネスを少し触ると輪郭がぼやけたりさせることもできます。で、このデプスマップのプレビューをチェックを外すと元の状態に戻って、ここで変化をかけていくと、今の状態ではこの人物だけが変化がかかるようになるよと。そういう感じの機能ですね。ちょっとこのクオリティをベターにするよりもファスターにした方がこう変化を確認するのが早いので、まあ、今回はねこのファスターでやっていきたいと思います。でファーサイドをぐーっと極端に変えていくと、まあ、こんな風に真っ黒になるし、真っ黒になった部分っていうのは変化があまりかからない部分ですよね。で白くなっていくに従って手前に来るので、その手前の部分を何か変化をかけたい場合はこういう風にやるという感じになります。で今回はこの人物だけと人物と背景をはっきりと分けていきたいなと思うので、まあ、こんな感じで人物と背景をはっきりと分けるような調整をしていきます。で、ここから例えばまあこの人物のコントラスト、人物だけのコントラストを変えたいという場合は、ここに一つノードを追加して、でここでアルファを接続します。でそうすると今ここにかかっているのは人物だけが変化がかかるようになるので、例えばこのコントラストを少し強めていくと、この人物だけがコントラストがかかるというような感じになっています。まあ、見てわかるようにこの領域だけね、うまくこう人物だけが変化がかかるようになっています。でここのキーを選択すると今どういう状況なのかっていうのをね、こういうふうに見ることができます。で、これ戻ってインバートすると背景の色を変化させることができます。まあ、例えばこのコントラストをぐーっといじっていくと、こういうふうにね、背景だけが変わっていきます。インバートなので、こう、さっきとは真逆のことをやってるって感じですね。まあ、こんなふうに背景と前景をはっきりと分けることができます。で、またね、こういう風にやって、背景も前景もそれぞれやりたいっていう場合があるので、こういう時にはレイヤーノードを使います。このレイヤーノードについてはね、別の動画でもアップしているので、まあそちらの方をね、ご覧いただきたいと思います。これは今度はバックグラウンドを変えて、こっちは人物を変える。人物は手前のレイヤーなので、まあこのノードは下に来るっていうような感じになるんですけども、これを今度はバックグラウンドを変えるためには、ここで反転させるということですね。で、こういうふうにレイヤーノードを作ったら、ここのアルファもね、ここにつなげなければいけないので、こういうふうにすることによって、下のレイヤーと上のレイヤーを分けることができます。ここの名前がバックグラウンド、こっちがフォアグラウンドという形に名前をつけて、今度はね、このバックグラウンドだけ少し暗くしていきたいと思いますので、こうオフセットの部分を少し下げていきます。今度はこの人物だけをこう少し浮かび上がらしたいので、この人物のフォアグラウンドの部分を選んで、少しこのオフセットを調整して明るくしていくと。またはこのカスタムカーブを使ってバックグラウンドの明かりを少し落としていくっていうような感じですね。で、フォアグラウンドのこの人物を今度は少し浮かび上がらせていくような感じ。
にしたいと思います。あとはこのマップフィネスのところでブラを少しかけてこの境界線を今度潰していく作業をこういうところでやることもできます。そうするとね、だんだん自然とこう背景と前景が交わっていくような自然な映像に変わっていきます。今までやっていたマスク機能っていうのはやっぱりトラッキングするっていうような作業の問題でうまくここが抜きづらかったんですけども、このデプスマップを使うと結構ね綺麗にこの背景と前景を分けてカラー調整をするっていうことがね非常に簡単になったなという印象ですね。まあ、まだ僕もこれリリースされてから間もないので本当にもうがっつりと使ったわけではないんですけども、何回か使った感想はね直感的に作業がしやすいなっていう感じがします。ダヴィンチリゾルブ18のこれはベータ版ですけども、正式版がね早くリリースされてより精度が高くなってくれればいいなという感じがしました。はい、ということでね、今日はねダヴィンチリゾルブ18新しく追加された機能のデプスマップを紹介してみました。次回はこのサーフェストラッキングというのをやってみたいと思います。でこれはどういうものかというと、まあ、例えばこういうシャツとか洋服とかをトラッキングさせてそこに例えばオリジナルのラゴを入れたいなっていう場合というのは、今までってこういう T シャツとかにやるとこういうシワが寄った時にこのシワに対応してこのロゴっていうのはねうまく動いてはくれなかったんですけども、でこのサーフェストラッキングという機能を使うと例えばこういうシワの動きに合わせてこのトラッキングをしてここに貼り付けるようなロゴをこのシワに合わせてこうやってくれるので、今までとはちょっと違ったこのトラッキングとマスキングの機能をね融合させたような非常に素晴らしい機能がありますので、これをね次回はご紹介していきたいと思います。はい、ということで今日のダヴィンチの方はこれで終了します。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら、バイバイ。As long as you're